低文脈文化と高文脈文化の違いはビジネスの世界で最近とても注目されています。低文脈文化とはドイツやアメリカなどはっきり物事を言う文化です。一方日本は典型的な高文脈文化で曖昧な言い方で物事を言う傾向があります。日本人同士ならもちろん問題ありませんが、他の国の人と話すとき誤解が生じないように気をつけなければなりません。例えば明日レポートを提出してくださいと言われ、それはちょっと難しいですねという会話の結果は日本人同士ではできないと解釈されますが、ドイツ人にとってそれは難しいは断ることではなく、難しいけどできると勘違いされてしまいます。つまり低文脈文化の人とコミュニケーションするとき、もっとストレートに話す必要があります。